2ボール1ストライク、打ち上げました。佐藤都志也が追いかけます。掴んでいる、取りました。佐藤都志也ジャンプしながら取りましたが、難しい。インコースに構えている、引っ張った。サード中村ホームに投げる、タッチアウト、ホームでアウトを取りました。サード中村翔吾前進守備、しっかりとホームに送りました。ツーアウト三塁一塁と変わります。まあ、ここは落ち着いてプレーをしましたね。そうですね、まあ、確実にといったところですよね。はい、引っ張った、一塁間抜けるか、渡辺が取っている、セカンドフォースアウト、一塁は送れません。いや素晴らしいプレーでしたね、今のはね。よく飛びつきました。抜けてたら、割に取ったら一気にねビッグチャンスでしたけど、はい、一、二塁間抜けるかと思ったんですが、横飛び、そしてセカンドにもよく送りました。その後スローイングで結構あそこから慌てて悪送球を投げてる選手もいますけど、はい、ランナーは二塁です。100球目打ち上げた。さあ、中村翔吾前進、風に流されていく、流されていく、中村が追う、中村が追う、掴んでいる、スリーアウトです。ダイクストラークし、はい、そしてまっすぐ引っ張って打球伸びていく、しかし左中間、ここは野村が追いついています。フェンスに当たってボールは落としませんでした。捉えた打球ではあったんですが、その前のチェンジアップが効いてますので、ね、少しこう詰まりながら持っていきましたけど、ね、いいカットだけが当たってますね。まあ、振りに行きながらですね、追い込まれたら、はい、3塁線一塁送る、ここは栗原さばいとワンアウト。三塁線の当たりです。ちょうどアンツーからの難しいところなんですが、迷うところであるんですけど、そのあとね、ランナー走って打っていく、レフトに打球があった、レフト伸びていって、ポールはどうか、フェンスに当たった、レアがスタートして川村さんにキャパスを受ける、バックホームどうだ、タッチはこれはこれはアウト、ホームはタッチアウト、来たんですけど、うまく我慢して返していきましたけどね。フェンス直撃、この後の中継プレーです。野村、水野、伏見というね、いい中継プレーになりました。いい中継ですよね、はい、詰まっています。今宮、一塁に送る、ワンアウト、こちらのツーシーム、さあバッター万波打って、さあ残る、二塁に送る、一塁転送、一塁は間に合いません。三塁線栗原取って二塁フォースアウト、救急ですもんね。今で打ってセカンド谷川バーター、うまく合わせた、一塁はアウト、間に合った、難しいバウンドをうまく処理しました。ランナー一塁に残塁です。捉えて、しかしショート水野一塁を取ってスリーアウト、バントしてキャッチャー取って二塁に送る、フォースアウト、一塁送って一塁も、一塁もアウト、ゲッツー、これがキャッチャー前、2-6、ここは上川端がベースカバー、当たり損ね、サードの前、栗原一塁を追ってアウト、ワンアウト。この後の送球も正確でした。ランニングスローしながらね、はい、初球って高いバウンド、フェアです。マルティネスがキャンバスを踏んで、これで2アウト。初球から行ったんですが、もちろん代打で、はい、まっすぐ、はい、打ってショート深い位置、一塁送る、一塁はセーフ。水野もノーステップで送球したんですが、フライのキャッチして、低いボールでワンバン送球しましたけどもね、さあ2アウトランナー一塁、松本
初球打ってセカンドワンバウンドボールを取る、ランナースタート切れません、一塁送って二塁に送る、タッチプレーでこれはゲッツー、いい判断ですね。そうですね、はい、ハーフライナーランナースタート切れませんでした、まず一塁に送って、うん、その後セカンドへのタッチプレー、しっかり三森選手がファーストランナーの動きを見て落ち着いてましたね。はい、まあ、これも瞬時の判断ですね、うん、打球も気になるし、そうですね、ここワンバン取って先に一塁アウト。